みなさんこんにちは、レナだよ。今日はね、なんかね、まだまだね、慣れてなくて、その香港でその外で撮影するのがね、全然慣れてなくて、招待されたっていうか、あの1ヶ月前くらいにさ、東京マラソン走ったじゃん。で、完走して打ち上げ的なことやるんだよね。うちの家族だけじゃなくて、30人ぐらいで、パパのところのそのスポーツチームみたいな友達の人が30人ぐらいいて、で、いろんなスポーツの競技とかわかんないけどさ、なんかマラソン系とか一緒にお祝いしようっていう打ち上げが今日っていう感じなんで、ね、めっちゃめちゃなんだろう、バチバチしてるところなんで、今誰もまだ来てないんで。はい、皆さんこんにちは。本日はですね、ほぼアフレコでお届けいたします。アヒル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 ですね。はい、でまたこれですね、恒例のなんとか洗ってます。はい、円卓は2つもあるんですけれども、先に来てるのが私パパママぐらいですね。まだ早いので、はい、ぐる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 回ってきたのがなんかピーナッツみたいなものと、なんか漬物でございます。漬物あまり好きじゃないので、ママ、はい、うわー、これは最高ですね。サラミサラミとサラミとお酒でございますね。大人たちはお酒が大好きなので、はい、ママでございます。今日は長州料理食べるので、長州のお菓子とか用意してくださったんで、台湾のお土産も持ってきたんで、皆さんマジでありがとうございます。ありがとうございます。ピーナッツかなんかが入ってるお菓子で、甘いやつです。ほら、賑やかになったんでしょう。だからやっぱアフレコでお届けいたします。これピーナッツ入ってるやつ本当に美味しくてですね、食感はもちもちで本当に何個も何個も食べられちゃうんですね。でもそれ食べちゃうとこの後の料理は食べられませんので、はい、こんぐらいにしますね。はい、と言いつつですね、これはママの手ですね、普通にまた食べてます。これもなんだかピーナッツみたいなものなんですけど、なんか黒糖が入ってるかな、ちょっとよくわからないんですけれども、とっても美味しかったのでこの顔になってますね。また変顔ですね。ありがとうございます。で、なんでこの顔になってるかっていうと、パパがまた一口ちょうだいって言ってるので、それはちょっとこの顔になりますね。本当にいつも一口ちょうだいって言うからさ。はい、またぐる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 回ってきたのが全部ピーナッツでできたものですね。はい、そしてこの画面の真ん中に立っているのがですね、シェフですね。その白い服を着てるシェフですね。なんだかんだ私たちの知り合いなので、ありがとうございます。本日はそして早速ファーストラウンドでございますね。本日は赤ワインご用意しております。本当にめっちゃいい香りなので、飲む前に酔ってますね。ありがとうございます。本当に美味しかったです。久しぶりの赤ワインでございます。もちろんワインが来るとですね、サラミございまして、サラミ本当に美味しかったですね。ありがとうございます。エレナはですね、美味しいものを食べると隣の人にアタックしちゃいますので、お気をつけてくださいませ。一口ちょうだいってまたパンに言われたので、はい、またこの顔してます。本当に赤ワインとよく合いますね。ありがとうございます。この顔ですね。皆さん本当に日本が大好きで、また日本に行ってきた方がいらっしゃいましてですね、お土産いただきましてありがとうございます。そう、目の前にいるおじさんとおばあさんでございますね。ありがとうございます。中岡慎太郎ちゃんですね。慎太郎ちゃんかわいい。ありがとうございます。はい、そして今日のですね、メインイベントでございます、写真大会でございます。そう、メダルが多すぎて首痛くないのって思うくらい多いですね。本当にみんな盛り上がってまして、あの写真とか動画とか私より撮ってます。はい、めっちゃ美しいおばあさんのインタビューを終えたところで、はい、みんなで集合写真でございます。ほら、人めっちゃいたんでしょう。やばいよ。まだ湧いてくる、湧いてくる、湧いてくる。笑顔、笑顔、笑顔。どこにいますか？はい、また、はい、もう一枚撮りますね。はい、チーズ。はい、また撮りますね。はい、ありがとうございました。選手たち、ありがとうございました。マジでみんなすごすぎて、ちょっと意味わかんないんです。ありがとうございます。
当なんですよ。やっとやっと飯飯飯、本当にこのために来てるだけなんだからね。これはね、なんとかの盛り合わせでございます。長州料理の定番でございますね。なんかね、肝とかあのイカとかいろいろ乗ってるやつ。おはい、乾杯でございますね。乾杯。はい、すごい、本当に一連の盛り上がり、何も入ってないんですね、グラスの中に。やばいです。ではここでですね、円卓あるあるをご紹介いたします。回ってきたら食べられます、回ってきて来ないなら一生食べられません。本当に最悪でございますけれども、ではさっき食べたのがですね、イカとチョウとかみたいなそういうものでございますね。そして今食べているのがですね、豆腐でございます。やっぱりお豆腐が美味しくてこの顔になりますね。で、肝みたいなものでございますね。本当によくわからないですけど、めっちゃめっちゃ美味しかったので、本当に驚きでございます。あ、そしてこれが何だろう。アヒルでございますね。アヒル肉でございます。よくありますので、あの、調子悪いで。あ、はい、また、次々出てきましたね。この二つは何だろうね。ガテガテ、とっても美味しそうですね。で、おじさん、おばさんたちはね、本当にいつも協力してくれてありがとうございます。まずはですね、この揚げたての揚げ物でございます。熱々でサクサクなんですけれども、真ん中はですね、芋みたいなものが入ってまして、うんをいただきました。ありがとうございます。はい、牛芝っぽいことやってますってくれてありがとうございますね。ASMR やってみました。どうでしょうか。画面が大きすぎて申し訳ございません。次いきますね。はい、では拍手。テカテカの豚バラ肉でございますので、本当にご飯が欲しいですね。欲しい欲しい欲しい。あ、はい、やっとご飯が来ましたので、ちょっとだけもらいましょうね。ちょっとだけでいいので、ちょっと糖質気をつけてます。本当にありがとうございます。本当にやばい、何この一口。はい、次いきますね。ではお豆腐でございます。豆腐のあんかけでございますね。なんかね、豆腐の中にですね、あのお肉が入っていまして、はい、早くお肉食べたい。はい、肉ですね。やっとお肉、本当にこれは美味しいよ。お豆腐本当に大好きなので、うわー、落ちちゃった。うんうんうん、はい、春雨いきましょう。エビと春雨でございます。これはね、味付けが結構濃いんですけれども、ニンニクすごく効いてるので、多分皆さん大好きなんでしょうね。で、春雨、春雨、何笑ってるんだろう。春雨、春雨、また春雨。エビ食べないのかい。はい、お忙しいですね。前の料理まだ食べ終わってないんですけれども、次来ましたね。これは何でしょうか。ちょっとトマトとかいろいろ入ってるお魚でございますね。はい、ママにご飯食べたって聞かれて、はい、食べましたよという顔ですね。はい、お魚でございます。一度揚げたものでございまして、とっても熱いんですけれども、本当に美味しかったんですね。はい、次またお酒でございます。はい、大丈夫ですよ。これ全然アルコールあんまり入ってないからさ、だからパパとも飲めるんじゃないって言ってさ、パパの友達がですね、パパ飲んでないじゃない飲んでないじゃないって言ってさ、はい、今どっかに行っちゃいましたね。ありがとうございます。やっぱシャンパンが美味しいですね。本当にうまい。何何この盛り上がり、何言ってんだろう。残念ながらシャンパン飲まれました。はい、しょうがない。では乾杯。乾杯ですね。もう大人たち本当に盛り上がりすぎて意味わかんないんです。ついていけないんですわ、本当に怖いわ。あった、また女さんが登場しましたね。女さん、ありがとうございます。ではエレナも早速ちょっと写真撮りに行きましょう。せっかくなんで。はい、ありがとうございます。香港一番仕草があんまりにも日本人でマジでキモい。それが今ね、めっちゃやばいこと約束しちゃったんで、なんかね、朝の5時半で走る会があって、皆さんで。で、それ行くって言っちゃったからさ、あの、今度動画見せますよね。マジでやばいからね、皆さん。朝から多分、車屋さんのレベルで走るからさ、ちょっと頑張ります。どうか楽しみにしてください。走るかマジで無理だから、もうとりあえずお酒、お酒でございますね。日本酒らしいですね。ちょっとわからないんですけれども、大人たちの写真大会でございますね。パチパチパチ、ぐるぐる回ってきたのがご飯ですね。ご飯がまた里芋みたいなものが入ってまして、本当にめっちゃいい香りしてて美味しかったね。だからこの顔にしてます。あ、なんか発見しましたよ。多分ね、豚の脂肪みたいなもの、あの、よくわからないんですけれども、めっちゃ美味しかったので、はい、脂肪最高。特注入りました、特注入りました。サテービーフでございますね。そしてまたフォーみたいなものが入ってまして、本当にこのソースやばいよ。ピーナッツとかいっぱい入ってさ、やばすぎて美味しい美味しい。糖質糖質、
デザートもですね、1種類だけじゃなくてですね、2種類ございまして、全部里芋で作られておりまして、本当に美味しいですね。ありがとうございます。ママ、本当にこれめっちゃ熱々なのでお気をつけくださいって言われまして、ペーストみたいなものでめっちゃ甘いんですよ。でも、本当に、本当に美味しかったので、この顔になってますね。はい。本当に今見てても食べたくなりますね。やっとご自身で取るようになりました。ありがとうございます。これも里芋ですね。揚げたもので、上にあるのがですね、全部お砂糖です。本当にお砂糖でございます。やばいんですよ。もう、甘い、甘い。甘いんだけれども、本当に美味しくて、何個も食べられちゃうぐらいなんですね。でも、熱いですね。ありがとうございます。この顔です。これはね、あんまり美味しくないかな。味あんまりしなかった。5枚のデザートがあんまりにも美味しかったからさ。マジで困惑ですね。二次会のような、盛り上がりでさ、皆さん歌ってますね。はい、では、パパの登場でございます。本当に、歌がちょっと微妙なので、ありがとうございます。本日もなんか変な歌歌ってます。何を歌ってるんでしょうか？本当にわからないです。私が知らない曲でございますね。めっちゃ食べて飲んだので、じゃあ今日の動画はね、この辺にしますね。じゃあ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。私からの動画でお会いしましょう。